メレンゲとは、卵の卵白を泡立てた食材、及び、それを用いた菓子のこと。滑らかな食感を出すため、もしくは加熱時の膨張剤として、料理に使用される、フランス語では、ムラングという、泡立てたメレンゲメレンゲは、スイスのマイリンゲンで発明され、18世紀にイタリア人のガスパリーニという料理人によって、改良されたとされるが、確たる証拠はない。 メレンゲの名前が確認できる。最も古い文献は1692年のフランスの料理本である。メレンゲは泡立てすぎると、ボソボソの部分とサラサラの部分、すなわちタンパク質と水分が分離してしまう。泡立て器やボールに油分が残っていると泡立たない。泡立てる際にアルミニウム等の金属製ボールを使用すると色と匂いがつくことがあるので、ホーロー引き、ガラス、 プラスチックのものを使うと良い。ただし、銅製のボールを使うと、メレンゲが非常に安定し、利水しにくい。また、弱酸性で安定する性質を持つので、少量の主積酸やレモン果汁などを加えると、利水しにくくなる。強酸性では、タンパク質が変性してしまうため、卵白が固まる。菓子作りにおいては、味だけではなく、干渉剤として砂糖を加えることにより、耐熱性、 耐酸性を上げ、さらに利水を防止させている。砂糖を加えるタイミングを変えることにより、メレンゲの質感を変えることができる。泡立てる初期に砂糖を加えれば、砂糖が卵白の水分を十分に水シロップ状になるため、卵白の粘り気が増し、泡立てにくいが、ツヤのある、きめの細かい安定したしっかりしたメレンゲを作ることができる。表現を変えれば、硬く重たいメレンゲが出来上がる。また、 泡立てる中盤から後半に加えれば泡立てやすいがキメが荒く脆い軽いメレンゲが出来上がる。これらの違いを利用して菓子の種類に応じて使い分けることによりそれぞれの菓子の特徴をより細かく鮮明に表現することができる。またこれを乾燥させ焼いたものの総称もメレンゲであるほかアーモンドやヘーゼルナッツの粉末と小麦粉を加えたものは粛清、あるいは プログレと呼ばれ、菓子の素材として使用される。ムラングオルディネール卵白に砂糖を加え角が立つまで、泡立てたもの、レモン汁を加えると白さが増し泡立ちが良くなる。フレンチメレンゲ、ケーキなどの焼き菓子に使われる。かつてはクレームシブーストなどに加えられていたが、サルモネラ菌の温床であることが問題視され、生のままで使用することは禁止された。ムラングシュース湯煎で加熱しながら、 卵白に砂糖を加えて泡立ててゆき、摂氏50度くらいに達したところで火から外して仕上げたもの。スイスメレンゲ、絞り出しで形を作る場合や、ケーキ表面のデコレーションなどに使われる。ブラングイタリアンの固く泡立てた卵白に、殺菌のため摂氏120度くらいまで煮詰めた、砂糖水を加えて泡立てたもの。イタリアメレンゲあるいはイタリアンメレンゲ、マシュマロや、アイスクリーム。 ババロアなどの生食用、メレンゲを絞り出して焼いた生姜子もメレンゲと呼ばれる。メレンゲを絞り袋で様々な形に成形して、固く焼き上げたものはメレンゲドールと呼ばれ、ケーキ類の飾り付けに用いられる。ありがとうございます。